毎度八百屋の若旦那でございます。ありがとう。わざわざある日配達から戻ると、僕の駐車場に知らない車が、えと思いつつも、その車が、まあ、身動き取れないように駐車し、昼の休憩で少し寝ようと思ったその時、はい、兄さん、あんたが帰ってくる間と思ってたさと言ってきたのは、近くの食堂のおばさんが次に放った言葉はこうだ、あんなして止めたら迷惑だよというおばさんブロックしてたからね、はぁと思ったけど黙っておきました。すると止めた張本人が買ってきたであろうコーヒーを私に、はい、これ飲みなさいと上から目線、いらんと言うと、ええ、あんたよ、〇〇さんがわざわざ買ってきてあげてるのに飲みなさいよと言うではありませんか。さすがにカチンときた若旦那、いいかね、あの、いいね、駐車料金が30円で済むんだったら俺もそんなにして止めたいさと言うと、向こうもカチンときたんでしょうね。ムッとした顔して去っていきましたコーヒーに罪はないよ、だがしかしヤシがよ、俺はブラック派だって本当だったんだね気を利かして ね、うん、やっぱり疲れてた、甘いものも必要だから、そうそうミルクも入ってるわけあの人は疲れてるよ、うん、焼酎出てるからって、うん、だってこんなさ、ケンケンね、トゲがある言い方はやっぱ疲れてるに違いないっていうね止める時もさ、ちゃんと考えないで止めてるあたり、うんうん、ブロックしてもう疲れてあるね、うん、普通じゃないウケる若旦那いい、まあ、このおばちゃん好きだな。でもおばちゃん、いや、嫌よ、嫌よ、うん、好きかもしれん。ダメよ、あんた絶対自分やられたら絶対あのプンプンして帰ってくるよ聞いてちょっとってでもあそこまで来られたら、なんかわかる、うん、一応いるさ、いるよ、だからいるだろマリあのさ、年取って丸くなる人と、年取って我慢ができなかったり、あの人を許せなくなる人が結構いるのよね。これ両極端で、多分このおばちゃんは自分勝手になったタイプよ、うんうん、丸くなる人だったらいいんだけどさ。でもなんかコーヒー買ってくるっていうのはなんかちょっと良くない、うん、まあ悪いと思ったよね。悪いって分かってるのよ分かってる、悪いって分かってるからそう、悪いって分かってなくて、けど謝りたくないからその代わりのものなの。そう、あ、飲みなさいって、謝りはしない私はってそうか、マリはもう私謝るんだろだってコーヒーも買ってきたんだからあ、ね、そう、もう悪いっていう意識もなくて、うん、いない間に止めておこうとか、帰ってきたねっつってあの人疲れてるからコーヒーでも差し上げる。違うよ、違う、あ、そうなんだだって最初言ってんじゃん、あんたがいない間止めとこうと思ったって、うんうん、そうじゃあ悪気はあるってことだ。悪いのは分かってんだよだからこの人の駐車場って分かってんだよ気をつけようね。でもさ、なりがちだから私たちもほら自分勝手じゃんそうね、そう、なんで空いてたんだからいいじゃん、なんかあり得りますよ、あり得る、言いそうじゃない空いてたよ今日僕の駐車場空いてるからと向きいいからね、あ、ありがとう二人の中であったりするマリにコーヒー出されてもう止められないんですけどみたいな